それではただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。私にとっては総理大臣就任後、初めての予算委員会を含む臨時国会が終了いたしました。この臨時国会の終了を機会に、改めてこれからの私の政権運営の考え方について国民の皆さんにお伝えしたいと思いまして、この記者会見を開かせていただきました。私は今回のこの臨時国会で、新しい民主主義、あるいは新しい議会制民主主義の可能性を感じております。つまり従来の長い間の55年体制というのは、官僚任せであったり、あるいは俗議員中心の政治であったわけですけれども、これからは議会の場で活発に議論する中から結論を得ていく、そしてその背景には国民のいろいろな意見を反映したこの民主主義制度、私の言葉で言えば参加型の民主主義というものが、ある意味でこのねじれ国会という天の廃材の中で誕生しつつあるのではないか、そういう期待を感じることができました。そういった意味で私たちは国民の生活が第一、そして元気な日本を復活させるという、そういう目標をこの国会の議論を通して国民的な議論の中からその方向性を定めていきたいと、このように改めて感じたところであります。また国会終了とほぼ同時に、広島長崎の原爆の10日から65年の式典に出席をいたしました。それぞれパン・ギブン国連事務総長やアメリカのルース大使など、多くの国々から、核保有国を含む国々から代表が参加をいただきました。このことも私は大変ある意味での世界の核廃絶に向けての大きな動きが、この広島長崎を通してさらに前進したと、そのように感じたところであります。また本日は日韓併合から100年という年を迎えて、私の談話を発表をいたしました。イ・ミョンバク大統領とも電話会談をする中で、真心のこもった談話だということで、大変評価もいただきました。これから100年の日韓関係がしっかりと未来に向かって発展するように、そしてそのことがこの東北アジアの安定、さらには世界の平和につながるようにという、その思いを一致をすることができたと、このように思っております。そういった形で、これからの政権運営については、本当に国民の皆さんの声を議会の場で大いに議論し、また国際社会の中でもそうした核廃絶という大きな目標に向かって、お互いに行動を共にしていく仲間を増やしていく、そういう方向に向けて頑張ってまいりたい、このことをこの会見の冒頭に国民の皆さんにお伝えをしたい、このように思いました。よろしくお願い申し上げます。それでは質問を受けたいと思います。質問者は私の方から指名いたしますので、指名をされた方はまず所属とお名前を名乗っていただいてから質問を行ってください。質問は簡潔にお願いをしたいと思います。それでは質問のある方、挙手を願います。じゃあ松山さん。はい、国会対応についてお伺いしたいんですが、先ほど総理もおっしゃった先の臨時国会、参院選与党が敗北しまして、臨時国会になって初めての国会になりましたが、
野党との論戦の中でですね、重要法案の成立に向けた野党との協力について、その可能性についてですね、どのような感触を得られたのかというのが一点と、それから先の記者会見で総理は98年の金融国会の時に、自民党の一党が民主党提出の法案を国民主義の一定提出したと、その意味を強調されましたが、総理ご自身ですね、例えば子ども手当の支給継続などのですね、重要政策を実現するために、野党の案を丸飲みするという可能性も視野に入れていらっしゃるでしょうか。まずこの衆参それぞれ2日間の予算委員会を通しまして、野党の皆さんのいろいろな質疑については、私は全体としては非常に建設的な議論が多かったとこのように思っております。もちろん参議院選挙後初めての国会でありますから、参議院選挙での主張などを含めてですね、いろいろと論戦があったわけですけれども、その中でもすでに与野党が合意をして病院の問題などでは法案が成立いたしましたし、またいわゆるその歳費の返納の法案なども成立をいたしました。短い国会ではありましたけれども、しっかり議論をして合意をすれば物事がきちんと決まっていくという一つの事例がすでに進み始めたと、このように思っております。これから次の臨時国会、あるいはさらには来年の通常国会ということを展望する中では、具体的な課題について今からこの法案がどうとかというのは少し早いと思いますけれども、私は必ずそうした丁寧なしっかりした議論を与党もそうした姿勢で臨むことによって、国会での国民のための政策実現につながる法案は合意ができるという、そういう感触を強く受けました。今1998年当時の金融国会についてもご質問がありましたけれども、それは私が経験した一つの出来事を申し上げたわけですけれども、そのことも含めてですね、私は十分に議論を通して建設的な結論が生まれてくると、また来なければならないと、その責任を与野党を超えて国会議員が感じているという、そういう実感を持ったところです。それでは次の質問を受けたいと思います。じゃあ藤田さん。日本経済新聞の藤田です。先ほどお話ありました、本日閣議決定された日韓併合100年に対しての首相談話についてお伝えしております。与野党からは日韓基本条約の際にすでに法的に合意しているその請求権問題や個人保障問題の発表を懸念する声も出ていますが、そうした声に対して総理はどのようにご説明するお考えなのか、それから先ほどお話になりました韓国のユン・ソク大統領との電話会談の中身についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。あともう一つ、戦略的な視点から今回のその談話をどのような政策課題や日韓関係あるいはアジア諸国に対してこうした形で生かしていこうと、そういう戦略的な狙いがあれば少し伺います。今回の談話については日韓併合100年という節目であります。逆に言えばこれまでの100年の中で反省すべきところはきちんと反省をすると、そしてこれからの100年に向かって共に協力をして歩んでいこうと、そういう気持ちを込めて談話を作成をいたしました。それに対してイ・ミョンバク大統領もその真心を受け止めたいと評価をしていただきました。大統領からも
これからの日本と韓国の関係、私の方からも申し上げましたが、民主主義、そして自由、そして市場経済という、同じ価値観を持った隣国が協力することによって、この東アジアのさらには世界の平和と安定に寄与することができる、こういう電話会談での話もいただいたところです。そういった意味で、戦略という言葉を使われましたけれども、今世界の大きな激動期ともいえる状況にあります。アジアの経済は大変な勢いで伸びている中で、この地域についてのより安定した形が日韓を軸に、さらにはアメリカを加えて日韓米の3カ国によって形成される、このことは極めて大きな意味があると思っております。そういったことも展望しながら今回の談話を発表させていただいたわけであります。それでは次の質問を受けたいと思います。こちらのサイド、じゃあそこの青山さん。総理、来月の14日にですね、民主党代表選が既に予定されておりますけれども、小沢前幹事長を含めたですね、挙党体制を作るべきだという声が民主党内にあります。それを踏まえてですね、菅総理は小沢前幹事長に協力を要請するお考えがあるのか、またその挙党体制を求める声に応えるお気持ちが現段階であるのかどうかお答えください。今日の記者会見は総理大臣として、臨時国会が終わった中での会見ということであります。代表選についてはまた改めてですね、適当な場で私の考え方、あるいは党員の考え方は申し上げたいと思いますので、今日は総理大臣としての会見ということで、そういった代表選についてはコメントを差し控えたいと思います。それでは次の質問、向こうの奥の外プレ、じゃあキムさん。韓国首脳日本を聞きました。総理は談話で独立試合は当時の韓国の人々の意に反してという表現を使われましたけれども、先月ちょうど韓国の日本の有識者1000人の共同提言を見ますと、同じく英語条約は在韓国民の意思に反して構成されたものであって、根本的に無効であるという状況であります。今回談話で総理は韓国国民の意に反してということを認めたわけなんですけれども、この条約が無効だということについての認識はどうでしょうか。そして文化財のことなんですけれども、今回返還という表現じゃなくて、あえてお渡しという表現を使った理由、そしてこのお渡しの対象となるというのが、ただ当選の意識だけなのか、他に宮内庁に所蔵されている朝鮮王朝の御所と含まれるのか、その辺を聞かせてください。この日韓併合条約につきましては、1965年の日韓基本条約において、その考え方を確認をいたしておりまして、その考え方を踏襲して参ったつもりであります。また宮内庁に保管されていた、保存されていた、いろいろな朝鮮王朝時代からの資料について、これをお渡しをするということで、韓国国民の皆さんの希望に応えることといたしました。先ほどの請求権等の言葉も出ましたけれども、そうした法律的な形のものは、もうすでに完全に解決済みという立場の中で、お渡しをするという表現を使わせていただきました。それでは次の質問を受けたいと思います。そちら側の方、じゃあそこの真ん中、平田さん。毎日新聞の平田と申します。
今回民主党政権になって最初の終戦記念日を迎えるということで、その前に日韓併合の、談話を発表されて、で閣僚の皆さんも全員役に参加されないような話をされておられます。この辺について韓国の、思い考え方というのをご説明いただけないでしょうか。合わせて長妻大臣が国立の水道施設を検討中だという認識を今日示されていますが、この点について、やはりその歴史の問題に区切りをつけようというような思いを政権としてもお持ちなんでしょうか。私は総理在任中に靖国神社にお参りをすることはしないということを就任の時にも申し上げたところです。戦後65年経つ中で、この問題での長い議論がありますけれども、それをこの場で繰り返すことはいたしません。私の姿勢として、明確な姿勢を最初からお示しをしておりますし、そういう姿勢について、ご理解をいただけるものと思っております。じゃあ次です。じゃあそちらの山口さん、 NHK の山口です。代表選挙について今回は言及がされないということなんですけれども、総理としていつぐらいに、その代表選挙に向けた姿勢を表明するのかと思いますと、それから総理を支持する前原さんが総理に今一度ビジョンを作って発表してもらいたいということを言っているんですけど、そういうお考えというのはあるんですか。この記者会見それ自体がですね、これからどのような姿勢で政権運営に臨むか、そういったことについてもお答えし、国民の皆さんに伝えると、そういうことにはつながっていると思います。ただ、先ほど申し上げましたように、代表選そのものについての考え方は、また時期を改めて申し上げたいので、直接それに関わることについては、今日はコメントを控えたいと思います。それでは次の質問を受けたいと思います。じゃあ岩上さん。ヴィーラーズの岩上と申します。菅総理が就任された最初の記者会見で、官房機密費の使途に関して、ご質問させていただきました。その時総理はこの機密費はですね、本来の目的から外れて、政治家あるいは報道機関等に、流れていった、使われていったという問題については調査、公表をする気持ちがあるのかということに関して戦後官房長官に、一任するとお答えになりました。その後この問題に関して、取り立てて進展があるようには思われませんが、今現時点での進捗具合について、お考えを改めて、お聞かせいただきたいと同時に、戦国官房長官の記者会見並びに閣僚の記者会見が今後オープン化されるご予定はあるのかどうか、この点についてもご見解をお示しいただきたいと思います。その時点で申し上げた考えと特に変わってはおりません。官房機密について、官房長官の方に、いろいろな判断を含めてお願いをいたしておりますので、そういう姿勢で臨んでまいりたいと思っています。じゃあ次の質問を受けたいと思いますが、じゃあ中央新聞の荒木と申します。総理は昨日長崎市での平和記念式典で非核三原則の法制化について私なりに検討したいとおっしゃいました。ただ戦国官房長官は6日の記者会見で内外にすでに十分周知徹底されており、法制化する必要はないとの考えを示しておられます。今後政府としては法制化の可能性を検討していくと理解しているのでしょうか。見解をお願いします。長崎の会でもご質問をいただきましたので、私は必ずしもこの間のそうした議論の経緯を細かいところまでは認識をしていないところもありますので、私なりにこれまでの議論を検討した中で、考えたいという趣旨のことを申し上げました。
それでは次の質問を受けたいと思います。じゃあ西山さん、久しぶりです。マリネスの感想をお願いします。国会議論の議論の中の野党から民主党が09年の総選挙をされたマリネスの実行が不可能ですよね。これ出てきました。厳しい財政事情を考えればですね、09年のマリネスに座る必要はないではないかという声が上がっておりますが、今後もその09年のマリネスが堅持されるか、それとも厳しい財政事情を考慮すれば一定の変更はやむを得ないと考えます。09年のマニフェストというのは、まさに政権交代を目指して戦った衆議院選挙のマニフェストでありまして、私は極めて重要な意味をその時はもちろん現在でも持っていると考えております。例えば官僚主導の政治からの脱却というこの考え方については、細々とは申し上げませんが、事務次官会議の廃止とか、政務三役のチームを作って各省庁を指導するとか、非常に大きなこのマニフェストに沿っての政治の在り方が変わってきたということは、多分多くの皆さんにも認識といいましょうか、感じていただいていると思います。そういう中で、子ども手当の問題、あるいは農家の個別的所得保障の問題、などなど、初年度としてすべてとは言いませんけれども、マネーストに盛り込んだ相当の政策課題を着手し、前進させたと認識をいたしております。今後について、その中で、誠実に実行できるものはさらに実行していきたい。しかし今年度でも、例えばガソリン税の暫定税率などについては必ずしも約束通り実行できなかった。今後についてもいろいろな制約の中で実行が難しいもの、修正が必要になるものについては、きちんと国民の皆さんにその理由を説明し、ご理解をいただくと、こういう努力を含めてですね、誠実な対応を取っていきたいと考えております。それでは次の質問を受けたいと思います。じゃあ一番向こうの山下さん。国会新聞の山下です。世論動向についてお聞きします。報道各社の世論調査では、参院選後に内閣支持率が軒並み下落しましたけれども、一方で総理の続投を求める声が過半数を超えるというねじれ現象が起きています。でこうした世論について総理はどのように分析されていますでしょうか。またこの9月の代表選に向けてですね、民主党内から総理の続投を支持する声が上がっていますけれども、支持理由としては総理を短期間に次々と変えるのは良くないというような消極的なものが多いようにも見受けられます。政権運営の立場から、こういう党内の動きをどう分析されて、どう対応されていくか、私が総理に就任したのは6月の8日でありまして、そういう意味では2ヶ月がやっと経過をしたところであります。その中で、参議院選挙もありましたし、またサミットなどもありまして、そういう、ある意味で、多忙な中でこの政権運営に当たってまいりました。ようやくにして、この臨時国会での予算委員会の質疑、さらにはその前後に、本格的な予算編成の、作業などに、着手をいたしました。私は国民の皆さんから最初の段階で、いろんな見方があったと思いますが、ようやく菅政権の何と言いましょうか、運営のこの具体的な活動が見える形になってきたのではないかと、そういう国民の皆さんに見えてきたこの内閣、あるいは私の活動について、それぞれいろんな評価をいただいていると、このように認識しています。
それでは真ん中の質問をまた受けたいと思いますが、じゃあ七尾さん。日本語動画の七尾です。視聴者の質問を代表します。内閣府が7日、国民生活に関する世論調査を発表いたしました。この中で、多くの社会保障整備に並びまして、景気対策を望む声が過去最高の 69.3% に達しました。総理が進めようとされている、あるいは進められている政策の方向性と、この国民意識との関連性について、どのように捉えていらっしゃいますか。まあ、これはこの参議院選挙の時にも、強い経済、強い財政、強い社会保障という表現をし、予算委員会では少し表現を変えて、経済成長改革、そして財政健全化改革、そして社会保障改革、この3つの改革を一体的に前進させていくと、このことを申し上げました。そういう中で、景気対策というのは、短期的なものだけではなくて、中長期的に経済成長につなげていく、こういうまさに最大の課題の一つでありますので、そういう認識は国民の皆さんの認識と私たちの内閣の認識は一致をしていると、このように思っています。予定の時間が迫ってきておりますので、最後の質問を受けたいと思います。じゃあ真ん中、松田さん。毎日新聞の松田です。今回発表されたですね、首相の談話を読みましてですね、その日韓関係っていうのは大きく変わってきてると思うんですね。一番遅れてるのが政治であって、実は大衆文化、それから人的な交流、観光、こうしたものが全て進んでるのに、政治がいつも遅れてきてる。だからもっと政治がですね、遅れないためには、もう少しこう戦略的な日韓関係っていうのを政治レベルで作ってくると、そうするとこういうふうな節目でこういう談話を出すだけじゃなくて、もっと前向きな話が出てくると思うんですけども、その点はどういうふうにお考えですか。前向きにこの日韓関係を進めていくにはどうしたらいいというふうにお考えですか。私は政治の関係においても大きな変化が特にこの近年進んできていると認識しています。特にイ・ヨンバク大統領は大変前向きな姿勢で日韓関係をずっと取り組んでといいましょうか、一貫してそういう姿勢でおられますし、また我が国もですね、今お話がありましたけれども、文化的な面、あるいは人の交流などが、私は確実に政治にも反映をしてですね、この日本と韓国が協力をすることがですね、より大きなこの両国にとってプラスになるという認識は、国民の皆さんが先だったかもしれませんが、政治においてもその認識は強まっていると思います。それに加えて、先の韓国哨戒艦の沈没事件などでも、我が国として私も G8 の席、あるいは国連の場でですね、しっかりと韓国の立場について私どもも同じ認識で対応したことも含めてですね、両国関係は私は政治の分野でも着実に、いい形が積み上がってきていると、今回の談話がですね、そういうものをより確実にし、将来に向かってのですね、まさに新しい、前進につなげて、いっていくことになってほしいと、そのように思っております。予定の時間が参りました。それではこれをもちまして記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。